改札口付近ホーム地上と改札街を結ぶエレベーター新桜台駅は東京都練馬区桜台一丁目にある西武鉄道西武有楽町線の駅である。駅番号は SI38 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。間7通りの直下に位置するエレベーター3機、エスカレーター2機、多機能トイレが設置されている。 西武鉄道が管理する駅としては、唯一の地下駅である。2020年度の1日平均乗降人員は6,986人であり、西武鉄道全92駅中68位。東京特部にありながら、乗降人員が1万人を割る数少ない駅の一つである。理由としては、東京地下鉄有楽町線、福都新線を利用して、池袋、新木場、 渋谷方面へ向かうためには、二車分の運賃が合算され割高になるためである。また、福都新線開業前は、列車本数が少なかったことも影響している。そのため、当たり駅ではなく、池袋線の江戸タ、桜台両駅、有楽町線、福都新線の小竹向原駅などを利用する住民が多い。2008年度統計では、福都新線開業により、 列車本数が倍以上に増えたことも影響し、乗降人員は1割以上増加している。しかし、池袋線、有楽町線、福都新線のダイヤが大幅に乱れると、西部有楽町線が運転見合わせとなり、平常時のダイヤに復旧するまでは当駅に停車する、列車が一本も運行されない場合がある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、 下表の通りである。関7通りの東駅直上に、羽沢停留所があり、以下の路線バスが発着する。国際工業バスと関東バスでは、羽沢と案内している。当初、西部有楽町線には、途中駅を設ける計画はなかったが、練馬駅付近での工事が非常に難航して、建設期間の長期化が見込まれた。そこで東駅を暫定的に、終着駅として設置し、 小竹向原から当駅間を一旦部分開業した。しかし他の西武鉄道路線と接続していなかったため、部分開業時点では、帝都高速度交通営団有楽町線からの営団車両を用いた型乗り入れが行われていた。当駅と池袋線との連絡は、桜台駅で行うものとされていたが、両駅間は徒歩6から7分と離れている上、各駅停車しか停車しない。 桜台駅よりも池袋駅での乗り換えが便利であることから乗り継ぎ目的を含め当初から利用者は少なかった。そのため1994年に全線開業までの間は西武有楽町線は本来の目的である池袋線と永南地下鉄有楽町線との連絡を果たすことはできなかった。このような経緯から実質的に当駅は 英団地下鉄有楽町線の支線の終着駅として扱われていた。なお当駅のデザインやサインシステムにおいては部分開業当初は実質英団地下鉄の支線だったことや駅の建設を英団側に委託した経緯から当時の英団地下鉄と同じ仕様で統一されていたが開業後の駅の管理は当初から西部側が行っていたため西部鉄道の社員が 駅業務を担当していた。全線開業後は、駅名標や運賃表など一部に、西部仕様のものが導入されたため、異なるデザインが入り混じった非常に珍しい駅となった。ただし、西部グループ再編に伴う、新 CI 導入によるサインシステムの一新、福都新線開業、東急、横浜高速鉄道への乗り入れ開始などに伴う案内更新により、 2013年までに大半が西部仕様のものに交換されており、英断仕様の案内はごくわずかに残る程度となっている。ありがとうございます。